こんにちは無双剣武術家への山本です今日も「無双剣への道」ということでお話ししたいと思うんですがえいろんな方がおりますもんであの初日にですね無双剣の最初の段階が現れる方も 数名いらっっしゃってところが何年やっても難しいというい方もいらっしゃるわけですね。そしてそのことはどういうことなのかなとこうよく見てるんですけどもえっとですねあの結局あの 人間のその本当の思いっていうのが勝敗じゃないよと損得を思うなとかきっとまことで無心でいるんだとかっていうのをあの本心で分かると刹那の,の時でもそのままなんですよね。 ところを見てますと、えーっとですね、例えばあの説明をして、え説明して、ちょっとあの会話などしてる段階では、もうなるほどな、分かったと、納得いきましたということで、ではやってみましょう、危なくないようにということで、え約束しないで、寸止めの。 稽古なんですね。木刀か模造刀程度でやりましょうかということで。まだ真剣では、ということでね。だいたい、まあ、木刀か模造刀で、やるということになるんですけども、最初ですね。そうしますと、よく見てますと、分かったっておっしゃったんですけど、途中で分からない、<laughs> あの、なんていうんですか、ね、途中で、 どこかの途中でですね例をして一歩二歩といって一歩二歩でも勝ち負けになってしまってそこだとかって思ってこの技を出そうとかねこ,とのこの体の使い方だとかってこう選んで、えー、十分にその剣の切っ先や物打ちにエネルギーを 乗せてですね。なるべく見事に勝とうということで、えー、行ってしまう方がいらっしゃるわけですね。そうしますと、毎回、例えば説明の段階では、なるほど分かったと。そしてまた、あ、そうですか、お分かりですか、ということで、やってみると、 ということは信じているということかことっていうんですかね本当だと思っていることが、えー、そちらの、うん、勝ち負けのことで三次元的に見て有効なことって思ってしまってそれを出してしまうとそうすると潜在意識の方もそちらでやるんだとこちらは あ手出しませんんってことになるんですね当たり前ですけど手動式でやるんだってご本人が選んでるんで毎回その手動式になってしまうわけですよそれでまあ勝ったり負けたりすることになるんですけどもえー、やったらそのうまいことを勝ってしまうと余計そのそれだということでそちらを毎回選ぶことになってしまって これまたなかなかあの新法の件は出ないということになると思うんでそこでですね勝ち負けちょっと落ち着いて頂い,いて置いて頂い,いて無念無双でやって頂ければ心の件に近いわけなんですよ。あのこうなんていうんですかね膨大な資料とか経験を持っててすぐさま 何か対処できるものを用意しておいてそれをそのスイッチを入れておいてですねええ新法の件をやろうと思うとそちらにスイッチが入ってるもんですから毎回それが出ると良かったということになるわけですね今日も勝ったり負けたりしたけどええー、翔さんが十二分に出たと見事でしたとご本人は思うかもしれませんけどあの 本当の新法の件ではなくて。ということになるんです <laughs> つまり今回も出なかったということになる方もいらっしゃるんですよね。えっ、ー、と、そこであの、その方でも、例えば1回や2回出たような感じがするんですけど、私が見てて、無双券がですね。それが、なんていうんですかね、この、 膨大な3次元の所作の中に埋没してしまってそれをもう忘れそっちを忘れて毎回その所作でなんとかなんとかやったということになっている方がいらっしゃるっていうの,いうのをよくよくでもないですけど数人いらしてその方たちは毎回よくその現象にが続いているわけですね。ですから 最初に申し上げました。もう最初の肝心なところで言うと、もう何も思うなと。自分のことも思うなと。所作も思うその場合は思わないで。勝ち負けも思わないで。お相手のことも思わないで。何もかも忘れてそこに立つだけというのを守って、礼をしてそのままなら、 もうう無双剣が近いということとこなんですよですから子供のような純朴な純真な方に向かっていくってことですねそうしますと知らず知らずのうちに剣が動いてしまったりしかもお相手を傷つけないちょうど三次元の良い加減じゃなくてですねそれを超えた良い加減が起こってくるんですねそれがまあ信仰の剣無双剣ということになります ではまたお会いいたします。